人間の他に指紋を持つ動物とは。今回はこちらをご紹介します。指紋を持つ動物は人間の他に指折りかじるほどしか存在しておりません。例えばゴリラ、チンパンジー、コアラなどがそうであります。科学者たちはサリやコアラが木の上で生活することから指紋を進化の上で獲得したのではないかと言われております。コアラの指紋は人間のものと売り二つで、専門家をもってしても判断が難しいそうです。その他に指紋を持つ動物は実はもう一種類います。それが北米に住むイタチ科のフィッシャーという動物です。地球上で生活する動物は約140万種いる中で、コアラ、霊長類、フィッシャー、これだけしか指紋を持つ動物がいないとなると、指紋が不思議に感じられますね。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。